双子実話エピソード T シャツ、大学生の時にですね、双子の弟の自分は下北沢のとあるショップですっごいかっこいい T シャツを見つけたんですよ。うわ、やっぱかっこいいなと思ってね、その T シャツをね、まあ購入して、でいい買い物したなと思って家に帰ったんですよ。そしたらその後にですね、家に帰ってきた双子の兄がなんとびっくり、同じ日に同じ店で同じ T シャツを買ってきたんですよ。双子って本当に同じものを買ってくることがね、結構あるんですけども、ここまで一緒だったってことはもう初めてだとね、もうめちゃくちゃびっくりしたんですね。で、ちなみにね、双子の兄がその T シャツを買った時に店員さんに言われた一言が、よっぽど気に入ったんですね。はい、どうも皆さんこんにちは。冒頭の小話、双子で生まれてきて過去最大級の奇跡だなって思いました。クラクラチャンネルのケースケ実況のケースケです。ブーということで、いやね、よくね、コンビニで同じジュースを買ってきちゃったりとかね、あとはね、同じ漫画ね、新刊発売日にこう同じ漫画ワンピースとかね、買ってきちゃったりとかっていうことはね、まあ今までだったんですけど、まさかあそこまで一緒になるとは思いもしませんでしたね。なのでね、店員さんはね、同じ人がね、2回買いに来たと思ってたらしいです。で、そんなね、双子の私ケイスケ、今日は何をお送りするかと言いますと、はい、もうクランリーグ最終日でございます。クランリーグ最終日で、今回ですね、自分がね、攻める配置はですね、はい、こちらのね、もう典型的なね、テンプレの回廊型の配置にもうね、今からね、攻めていきたいと思います。もうね、このね、配置はね、攻略法がね、もう確立されてますんで、今回はですね、こちらの回廊型配置、もう完全攻略といった形でね、もうね、私ケイスケ、クランリーグリアルタイムアタックやっていきたいと思います。さあさあさあ、じゃあどうやって攻めるかっていうとね、まあ編成はね、もうね、前でおなじみのイエティボーラーですね、系の編成で攻めていきます。で、今回はですね、ちょ、電波が悪い。電波が悪いんだけど、まあ、まずは6時の面ですね、ここで火をここから出していって、まあ、ここの施設のカットですね。まあ、できればここのウィズ島あたりとかも削っていってくれたら嬉しいなーっていう形でね、出していきます。で、まあ、削ってって、まあ、レイジもね、ふんだんに、何発だっけ ?5 発も積めるんで、5発積んでって、そそくさ、これの、施設のね、カットをね、していきます。で、あとはですね、こっちのウィズ島です、ウィズで、こっちの、施設たちですね。あとはね、対空砲がね、これ、アーチャータワーかかってないんで、ウィズ1体で、ここね、削れるんですよ。削れるので、こっち方向も削っていきます。で、まあ、テスラができた場合はね、バルーンで対処っていった形になりますね。で、こっからですね、ここの施設のカット、で、ここの施設のカットをしていったら、真ん中にジャンプを打っていって、イエティボーラー、本部隊を合流させていきます。で、イエティボーラー自体はね、タウンホールに、向かせんじゃなくて、もうぐるっと回していくような、そんなイメージ。で、ここら辺で、イエティボーラー、入ったらですね、まあ、突撃機関を投げていって、で、トームをかけていきます。で、トームで無敵の状態で、はい、ここ突撃機関を届けていって、で、イエティとスニークゴブリンで壊していって、で、まあ、残りのイエティの、プッチョたちで、これの施設を削っていってもらって、こう、ぐるっと回していくっていう、そんな攻めになっていきます。なので、果たして全開をすることができるのか、こちらをね、やっていきましょう。はい、それではね、参りましょう。いやー緊張するな。よし、ちょっと待って、待ってください。もう筋肉をちょっと剥き出して、もうちょっと今服脱いでます。服脱いでって、オッケー。こっから、見よ、この筋肉、バッキバキでやっていきたいと思います。さあ行きましょう。レッツゴー、オッケー。やったるぜやってるぜやってる今回は、前回を取って、ケイスケさんうまいっていうところを、皆さんにお届けしていくよ。さあさあさあ、まあ水でここら辺カットしておいて、水ですね、こっから出していきましょう。さあさあさあ、カットしていって、いいよいいよ、こっからね、結構捕まってるな。結構、オーデンが捕まってるんで、どうしましょう。こっからね、まあまあまあ、まだもうちょっとね、待っていきます。でね、ここ、ああ、やっぱり、バルーン出てきたんで、まあ、ここですね、テスラですね、テスラちゃんたちをね、やっつけていただいて、いけ、カットできない、どうしよう、イエティだ、もうイエティでやっていくしかない。イエティでしっかりとカットの方をやっていってもらって、援軍釣っちゃう可能性ある。あ、よかった。で、オーデンちゃんがちょっとだいぶ捕まると思うんで、こっからね、レイジをかけていって、待って、イエティこっち来ちゃって引っ張られたりしないで、イエティこっち来て引っ張られたりしないで、引っ張られないんだよ。もうそそくさとやられろ、そそくさとやられて、頼む、そそくさとやられてくれればワンチャンあるよ。オッケー。で、ちゃんと削っていってもらって、オッケー。そしたらもういいでしょう。こっちにジャンプを打って、で、ババキンからの
イエティたちで引っ張っていきます。さあさあさあ、もう残り時間も短くなってきました。アチャックイオンしっかりと出していって、でここからさあ、で援軍とかに関してはで、さあさあさあ、突撃かここからね投げていってあげてのしっかりと向かっていく、向かっていけばババキンに引っ張られてるけど、ババキンに引っ張られてちょっと一旦トームをかけていきます。トームをかけていってちょっとふざけてた俺、ふざけてた普通にすっげーふざけてたんだけど、でこっからレイジを使っていって、さあさあさあ、いいよいいよいい感じに進行してってくれてる。でこっからボーラーなんで壁殴ってんの、ボーラーなんで壁殴ってんのあなたたち、一周ぐるっと回していく予定だったの、なんで壁殴ったボーラー今どうした、どうした、ちょっと待って話が違うって、話が違うよお前さんたち、もういいや、ちょっとボーラーたちのバウンドダメージを生かせて少しでも削ってて、厄介なシングルインフェが残りやがった、厄介なシングルインフェが残りやがった、どうしたどうした、なんで言うこと聞いてないの、ちょおかしいって、どういうことっすか、話が違う、ちょっと待って落ち着いて考えよう、ふざけてたわけじゃないけど、あれはい、カットが甘かった、カットが甘かった、ちょっと待って、どうしようちょっと待って、ロイちゃん全然出してなかった、すっげえもったいない、今ロイちゃん全然出してなかった、すっげえもったいない、あれ嘘でしょ、これもう攻略を確立されてるはずなのに、あれちょっと甘かった、でもボーラーのここの壁殴りがマジで謎だった、だって普通に何をたけてた、今何たけてた、どういうことちょっとリプレイ見直そう、なんでこういう事件が起きた、謎なんだっけ、完全攻略回路型完全攻略っていう動画にしようと思ったら普通に撮れなかった、はい、じゃあちょっとリプレイ見直していきましょう、待って、あのね最初の入りの部分よ、ここら辺のカットまではまあよかった、もうちょいカットした方がよかったな、あとババキに引っ張られてイエティが荒の方向に行ったっていう可能性もあるな、いやババキのちょっと入りが甘かったかな、入りもうちょい違う角度にした方がよかったかな、でこっからまあ入れていきますわな、入れていって、さあさあここからですよ、問題のシーンいきます、ここであとボーラーの壁殴りも気になるよね、まあここでさあババキン処理した相手の援軍にも引っ張られない、でこっからさボーラーはここまでは良かったんですよ、でこれ何にターゲット取ってる、タウンホールで壊した近い施設だって、あのユニットって三タゲの法則ってあって、あの要するに3つの施設にターゲット取ってるんですよ、でからの一番近い施設からあの壊していくんですね、だからねゴーレムがねこう壁を殴ってて施設が壊れたらねこう歩いていくみたいな、そういったね現象、壁が開いたらそっちにユニットが向かうっていうのがそういった現象なんですけど、もう明らかにこっちの方が近いよね、マス的に1234567891、1234567891、このボーラーの壁殴り意味不明すぎやしな、何これ陸好きにタギ取ってんの、いやそれにしてもじゃない、でまあここで全部処理していく、何にだってこれスケルトンか、スケルトンにタギ取ってて壁殴ったのか、こんなことってある、こんなこれ一緒にユニットこう回ってたんで絶対合流できたもん、合流っていうか全開できたもん、嘘でしょ、陸好きにタギ取っててボーラー壁殴る、そんなことある、まああるんですよね、まああるんだけど、またこの動きちょっとおかしくね、もうちょいさボーラーさリクスケルトンが近づいてから反応するとか分かるとき、嘘、はい、では回廊型の攻略リプレイですね、こちら今回のクラウンリーグでも生まれていたのでちょっと見ていきましょうね、この編成で取れるのよ、取れて終止符打ってやろうと、回廊型終了のお知らせやってやろうと思ったらまさかまさかの俺の言うこと聞かないっていうね、もうちょっとスパセルさんに物申したい、コントローラーつけよう、あのコントローラーローラー機能つけましょう、じゃないと俺全開取れないね、あのヒーローの能力もさオート機能とかついてるじゃないですか、そんな感じでさもうなんかコントローラー機能をつけないとこんな事態に被害者が生まれますよ、回廊型被害者の回使っていきましょうか、もうスパセルさん、もう私系ですけどちょっと自信満々に得意げにね攻略ありますっつってね、で実際攻めてみて取れないってね、
もう恥ずかしいよ。穴があったら覗きたいわ、マジで。で、ね、交換収録まで入れて、まあ、今回クエイクパターンだったのか。クエイクパターンなんですけども、突破兵器に関してはなんだ、突撃艦だよ、多分。突撃艦で入れていくのかな。それとも違う、投下兵士かな。ちょっとわかんないんですけども、ここからね、しっかりとね、ね、削っていって、ユニットいいな、まっすぐ進んでるな。コントローラーついてんな、これ。で、あ、はいはい、来ました、来ました。で、これの突撃艦によって、しっかりとタウンホールまで、こうね、届けていくっていう、そんな役目があるんですよ。で、まあ、こうやってズドンとタウンホールに落としていって、はい、タウンホール落としましたと。で、もう、あとはユニットたちですね。まあ、こっち方向、ET ボーラー、いいな、ぐるっと一緒に回ってんじゃん。まあ、ちょっとね、アジャクイババキン、二方向に分かれてるっていう感じなんですけど、まあ、まあ、内容的にはこんな風にね、ぐるっと回していって、突撃艦でね、タウンホールを落とすっていう、そんなイメージの攻め方になるんですけど、なんで俺のユニットはこんな風に動いてくれなかったんだと、言わんばかりの、これの、もうさ、このリプレイ、リッキーさんじゃなくて、ケイスケっていうことにしようか。なんかね、合成して、俺が撮ったリプレイっていうことにしたいぐらい、ね、こんな風に、取れるんですよ、EAT 編成。なのでね、ちょっとね、回廊型見つけたらね、お、この編成でちょっとやってみようっていう風に、皆さんね、思ってね、攻めてみてください。まあ、他にもね、回廊型の攻略、リプレイとかあるかな、ちょっと探してみます。あー、そうですね、ユージさんもちょっと回廊型っぽい、配置になっていて、これもそうですね、もう本当に呪文がレイジいっぱい持っていけるっていう、そんな攻め方になっていて、で、こちらのクランの方はもう回廊型の攻略方法とかしてますね。あ、今回は食い火を入れていくパターンで、やってきましたね。で、食い火を入れていって、施設のカットをしていくっていう、そんなイメージ。レイジがね、もうめっちゃ詰めるんですよ、この編成。壁開けとかね、できてしまえば。なので、もう食い火でしっかりと壁を開けていって入れていくっていう、そんなイメージで、はい、施設のカットですね、しっかりと。あー、俺も食い火でやった方がよかったな。食い火でやっていって、で、そっからね、施設をね、大幅にカットしていくっていう、やり方でも、よかったかもしんねえな。で、まあ、ここから施設、あざくいね、食い火が回っていくんですけど、マルチインフィなんで、まあ、ここら辺はまだ怖くないと。火力はまだ高いんですけどね、陸対策でね、対地のクロスボウなんで、射程が長くなって、たぎられてる本数はね、多いんだけれども、まあ、ここからしっかりと、さらにレイジを使う。めっちゃレイジ使うじゃん。で、ここで援軍を釣っていって、援軍も処理していって、もう食い火でめっちゃ削っていくパターンですね。で、援軍を処理していって、もうここを壁を開けているので、ここから合流させていくっていう流れになりますね。で、突撃艦でタウンホールのギアだと思います。で、まあ、ここら辺に関しては、まあ、ヒーラーはスイッチしていないんだけど、まあ、イエティとボーラーのね、もう潜在ポテンシャルを生かしてね、ここら辺を乗り切っていきます。さあ、乗り切っていきました。で、かつ、クイヒーがね、ここから合流していって、で、投石機とかも削ってくれるっていう流れになってくるかな。いいですよ。ここからしっかりとえぐっていって、で、まだ突撃艦を出していません。まだ突撃艦を出さず、さあ、ヒーラーとかが、通っていって、で、道もね、トラップがないというのが分かった上でのこういった突撃艦の入れ方ですね。で、かつ最後にここにズドンと落としてあげることによって、これ本当に前回まで行った？もう呪文ねえじゃん。もう呪文ないじゃん。行った？あ、行くのか、これで。ね、これヒーラーも全部焼かれてしまったんだけど、突撃艦でね、ダウンホールをケアしていくっていう、そんな攻め方になっているのに、これなんかもう、行ける本当にって思うようなリプレイだったんですけど、いけちゃいましたね。なんで俺の時はいけなくて、この人たちの時だけいけるんだよっていう、いうふうに思う。で、まあ、ここからもポイズンが余ってたんで、しっかりと、もうイエティとかはね、いなくなってしまっているんですけど、でもまあ、ここから、さあ、ロイヤルチャンピオン能力発動してて、ババキン倒せる。あれ？やられちゃってんじゃん。これ、あれ？行った？いや、行くのか、バルーンが残ってて、水塔を壊すから。さあ、ここからあとはババキン。をいじめていっての、ここから全開まで伸びるっていう、まあ、ちょっとこれは苦しかったかもしれないですけども、まあこういうイメージだったんですよね。はい、ということで今回はですね、クランリーグ戦リアルタイムアタック、もう流行っているね、回廊型徹底攻略っていう動画をお送りしていきました。そうですね、私ケイスケ撮れませんでしたが、まあ撮れませんでしたが、今度失態を皆さんにお見せするなんて悔しい限りであるんですけども、ね、後半で紹介したリプレイを参考に、皆さん、いや、回廊型で、あんな風に攻略してみてください。で、これからもね、毎日から動画投稿していきますんで、まだチャンネル登録してない方はぜひとも登録お願いいたします。で、この動画面白かったためになったら、またグッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。